被害者木の家石巻水産は、宮城県石巻市に本社のある水産加工品メーカー。代表商品は芸肉加工品で、本社隣接地にはクジラヤマトニの缶詰を模した高さ約10メートルの大型魚油タンクがあったが、2011年3月11日の東日本大震災で工場が全壊する被害を受けた。 この震災による津波で大型タンクは約500メートル先の県道まで流出し、翌2012年6月30日に解体された。商品の種類は震災前の4分の1に減ったが、石巻市と三里町に工場を再建し、経営でも再建を目指している。震災前の社屋震災前の工場東日本大震災の被災で、 工場の缶詰約100万缶が津波で流出した。それら中身の品質に問題ない缶詰が、救援物資の届くまで被災者の命の缶詰となった。大量の缶詰が瓦が礫、泥水の下に埋まっており、 木野谷石巻水産が再建の第一歩として掘り出し始めたところ、震災前から、サバ缶など取引のある東京と世田谷区共同のコミュニティ酒場、サバの湯から、泥付きでいいから缶詰を送ってほしい、と連絡を受ける。サバの湯酒場では、この缶詰をボランティアで手洗いし、1000円の義援金につき3缶をお返しとして渡す、活動を始める。 この活動がテレビで報道されてきのや石巻水産への支援活動が広がり、希望の缶詰と呼ばれた缶詰25万巻が支援者の手に渡り、再建の一助になった。2012キブノカンデズムトホワイト。2018トホワイト。ナオ2011年12월10일 <番 S 1> <番 S 2>。JR パン。パン。ハイ。JR 三三百 2017년 12월 5일, TBS, 데라쿠스가 132. 경대화자, 우육대화자. 아리게이투고자이마수.